こんにちは、ゾロルシブル AC です。ありがとうございます。お手におけがはございませんでしょうか。今日はね、うちのメンバー2人がちょっと欠けてまして、丸谷というマンドリン機と、それとユーリというフィドラーが欠けてまして、今日はもみやまさんにお手伝いします。素晴らしいブルーガスフィドルやなと前から思ってまして、僕らの同期は同期なんですか、ね、ここみんな全員同期なんです。同期というのはね、大学生の時に同じ学年ですということで、で彼は、関西大学の 大学にいてですね、関西学院ではなくて関西大学にいて、我々は別の大学にいて、で知ってたんですけど、今日は初めて一緒に、初めてなんかステージに立たせていただいて、光栄で泣きそうになる。嘘とか言うの。で今日はね、ですからアカペラ期待してはる人もひょっとしたら100人に1人ぐらいはるかもしれないんですけど、できません。できないんで、ちょっと途中ですね、ちょっと変わったこともしたいなと思って、考えてもいますので、またそれはご期待いただきたいと思うんですけども、2曲目ですけども、今日はね、ですから僕は本物ね、こういうこってりしたブルーラス好きなんですよね。で、それはなぜか、なんか違う方向へ行っているので、今日はちょっとグッと戻してますので、ステージの構成が全部スタンダードブルーラスになっています。で、2曲目はですね、僕はもみやま君の歌が大好きでですね、彼と僕が仕事をリタイアしたらまた一緒にバンド組もうねって固く約束しているんですけども、先どうなるか分かりませんから、彼の歌を聴いていただきたいと思います。ホワイトダブルス。In the deep rock hills of old Virginia, there's a place I love so well, where we spend many days of my childhood, in the cabin where we used to dwell. Why does the morning sorrow, the willows will hang their head? I leave my life in sorrow, since mother and daddy. Savior meets angels up in heaven, they're glory made to praise. Why does the morning sorrow, the willows will hang their head? As the years go by, I hope to wonder, we'll all meet together someday. Each night as I wander through the graveyard, in the winding road to fame, why does the morning sorrow, the
なんかこの昼の時間帯って僕はあのいつも 毎年この時間ね、11時くらい飲んでるような間、なんか前の先のファンファン良かったですよね。いつもあのライブの方々の間でこうね、はい、僕はあの彼女のね、ブルーケンタッキーガール大好きでね、あの毎回楽しみにしてるんですけど、でこの後のレイジーピッカーズというバンドもね、ものすごいいいんですよ。こんなとこ間挟んでほしいな、本当に。なんじゃこれとか、なんじゃこれとかですよ、ごめんなさい。でね、次あの特別企画なんですけど、特別企画の前に僕と磯さんが昨日同じシャツ着てたような多分日線で買わなかったと思うんですけど、僕今日出んの嫌やから帰ってきたんですよ。全く同じです。彼は長袖なんですけど、僕は半袖なんです。後で見たかったらあのまた見に来てください。興味は全くないと思いますね。あ、イノシスタンバイできましたでしょうか。はい、よろしく。彼はですね、今年仕事辞めましてね、自称プロを名乗ってます。で、音楽活動やってるのはうちのバンドだけなんですけど、もう俺はプロやと言うてますんで、プロの一曲を一曲やって、もうかなりうまいです。だっけな、いややっと言ってやろな。これ実験的にやってますんで、適当にみんな眠たかったら寝たかった。まあ、あとはもうお待たせしますよ。じゃあ1曲だけね、軽く歌いますので、イノシシの、お歌の練習、教室みたいな感じで聴いてくださって、シュナンドンという曲です。シュナンドン、 I long to see you awayCD を売ってはって、僕もね、サインもうたんですよ。
あと2人のサイン足らんので、みんなあと次の演奏の後、外でサイン会やりますんで、よかったら、これぐらい宣伝したらいいか。よかったら皆さん、買ってあげてください。ほんまに僕大好きないいバンドです。それやったらもう終わりでいいですかね。まだ喋りましょうか。私ともみやまとかいうくらいで。それは丸太にがめったにおらず次の機会に私が一人で独壇場でまた申し上げます。6 feet under the ground. CD をね、たくさん持ってこられてますのでね、はい、あれが売れるか、売り切れるか、それ、もしくは売れ残るかで、彼らが、ね、どこまで歩いて帰らなきゃって決まりますので、ぜひ頑張ります。
Someday, yeah.
hear me once, you do. This boy, want you back again.
今年5回目のイベントがありますそちらにもありがたく出演させていただくことになりました。この間初めてそこに出るバンドの方々と一緒にプレイイベントだったんですけど、大変素晴らしい方々ばかりだったので、野外の音楽堂で今日みたいに晴れたらとても気持ちいい
イベントになるようです、よかったらそちらもね、あの関西の方足をお運びください。じゃあ、 あの次に最後にさせていただきたいなと思います。我々の CD に